ないよね、多分ね、登るのね。ねえ。なんか、また現れたな。どうしたんすか？しずや。うん？さっきは雑でごめんね。どうした？お誕生日おめでとう。うーわ！マジで？さっきもハンバーグ食べたいって言ってた。みんな見て！ファンのみんなもさ、ハンバーグ食べてるしずや見たいって言ってたから。どうしたの？ズヤにおめでとう、誕生日ありがとう。やったー。じゃあこれでスクショタイムしようぜ。あ、いいじゃん。ちょっと待って、コメント消します。ではこれでちょっとスクショタイムします。みんな大丈夫かな。いきまーす。5 4 3 2 1。ありがとう、いや、めっちゃ嬉しい。いや、おめでとう、改めて。ありがとう、ありがとう。めっちゃ嬉しいわ。いただきます。食べていい？もちろん。やった、夜ご飯まだだったのよね。え、どれがおすすめとかありますか？なんか結構違いますよね、種類。うん、なんで敬語なの？違いますよね。てか、ね、お前めっちゃ鼻声じゃない？頑張ってんなと思って。めっちゃ頑張ってるよ。風邪がまだね、完全に治ってないよ。まあ、ハンバーグ食べて元気出してよ。はい。和風、うん、チーズかな。チーズ、うん、デミグラス。あ、じゃあ違う、デミ、デミ、和風、あ、和風、和風、あ、違う、チーズ、チーズ、和風、うん、で、デミグラス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 ね。そう、デミグラフか。お、デミグラフね。これ、これがデミグラフ。それデミグラフで、これチーズかな。チーズで、は、あ、デミグラフ、チーフ、チーフ。そうで、これは、これが和数、和風、和数、和数で、これが本当にデミグラフ。デミグラフいっぱいあんねん。いや、これ、うん、これノーマル。うん、ノーマル、ノーマル。いただきます。いただきます。うまっ。うめえ。うまいし、普通にあったかい。ちゃんとチンしてくれてくれたの。そう、あの、温めてくれたの。買ってきて、マネージャーさんが今チン急いでしてきてくれた。いや、お前がやったんじゃないんかい。マネージャーが動いてくれたんかい。ありがとうございます。いや、みんなだから資材おめでとうの気持ち強い。いや、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。よかった。めっちゃ嬉しいし、めっちゃうまい。てか、めっちゃ水飲むやん。水ぐらい飲ましてくれよ。ダメだよ、頑張ってんだよ。鼻声を抑えんのと咳も出るから、うん、そう抑えてんの。あ、そうなの、うん、デミグラフ。よかったね、すごいね。みんな祝ってくれて嬉しいね。源ちゃんのドラマも見れない、うん、地方で見れないって言ったから TVer 勧めといた。あ、ありがとう。そう、いい、ちょっと告知して、いいしてよ。ぜひ TVer で皆さんご覧くださいね。え、地方だとどこが見れる？神奈川だっけ？まあ、いろいろ。あ、他いろいろ見れる、うん、見れないところもあるから。そうなの。結構見れるところもあるけどってことね、うん、俺も TVer で見ます。ぜひ。今日2話ですか？今日、あ、2話だ、今日。今日2話です。今日ぜひ。楽しみだな、展開。お時間ある方は見てください、ね、どうなのよ。どうなのよって何よ。どうなの、元気してた？元気してたよ。ある程度。ある程度は。マジ思う。とにかくもうインスタライブあるから、うん、寝なきゃと思って、とにかく直さなきゃと思って。もうめっちゃ頑張ってたよ。新しい水来たって2本目の。2人でダンスして、ごめんなさい、ちょっとダンスは今日は、はい。ダンスはちょっととか言って。いや、よかった、今日会えて。いや、ほんとよ、会いたかった、マジで。ねえ、大好きだから俺、うん、何よりも大好きだから、お前のこと。目が笑っちゃってるからもう。笑ったんや、うん、違う、ふざけてる、ふざけてるもん。え、ふざけてる顔が。ひどくないですか、今わざわざ、わざわざ来たのに。ふざけてますよね。怖いわ。もっとハンバーグ食べてやったやつ。いや、食べるよ、喋りたいじゃん。じゃ、もぐもぐしずやも見たいのよ。ちょっと最近さ、さっきも言ったけどさ、うん、ダイエットしたか知らんけどさ、うん、ちょっと心配になっちゃうから。でも、痩せすぎてもダイエットしてるって言っても、うん、源ちゃんのあのターザンの、うんうん、のやつ
と比べると比にならないぐらいダイエットしてない部類に入るんだよ多分。いやいやお前そんなこと、いやあの時マジでバカってたよ。まあね、いいんだよ俺の話は、シザーの話をしないと。どうなのよ。何がですか。どうなのよって何。元気してんの。それしか言わないじゃん。いやほんとひどいよこの人は。何ですか、適当だよねさっきからさ。適当じゃないよ、いや頑張ってんだよだから俺ね。1週間ずっと熱下がらなかっただろ俺ずっとさ。でも全然病気じゃなかったよ、ただの夏風邪だよ。びっくりだよ俺病院行って、インフルエンザじゃないですね、あコロナでもないですね、びっくりだよね。え何じゃみたいな、ただのただの夏風邪。何これ。ほんとズヤニーって可愛いよねみんなさ、うん、ズヤニーってもさ何をしててもさ、一口大きいだって可愛いだって。一口大きい、うん、まあ、そうだよ、ね、丸々さ、いけない、いや無理だろお前。あのケーキの、ケーキの時なんで今横の棒を今なくしたの。ケーキケーキなんで。あった方がケーキじゃん。いやケーキも結構きつかったの、あのファンクラブのあのノエルなんか、あーあの黄色いケーキ、ね、美味しかったけど、ひどい、あのスタッフさんがさ頑張って汗みたいな。違う、そこを否定してないじゃん俺。そんな、あの量を一口でいくのはきついよねって話を今したんだよね。なんでそんな怒ってんの。やっぱノエルとチャカ必要じゃね。うわ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 聞きましたか。今のスクショしておいた方がいいですよ今のコメント。スクショじゃ分かんない、スクショじゃ分かんない、ひどくない。ノエルとチャカがあってもうね、ゲンタと会話してると、うん、コメントが見れない。ひどいわ。あのもう目離したら突っ込めないから。え何俺こうやりながらこう見ながらとか突っ込め、俺が突っ込みいらないとダメな人間みたいに。やめろよ。言って言って、うわこれがドラマ、あのドラマに出てるね、主演張ってる、うん、あれなんか電話来たね。電話来た。これはいいですよね。じゃあちょっと電話来たんで出ます。もしもーし、もしもーし、はい、どなたですか。え、どなたですか。あ、松倉です。あ、松倉くん、けいけい、はい、どうしたんですか。いや、おめでとう。え、何がですか。おめでとうの言い方。何がですか。いや、お誕生日おめでとう。あー、ありがとうございます。よそよそし、ありがとう。はい、もう本当におめでとう。こいつ、こいつふざけてる、ふざけてんな、こいつ。ふざけてる。お前もそうだけど。いや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 、お前ら松松でふざけに来たんでしょ今日。いやいや、そんなこと。いや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 、もう本当におめでたくて。うん、本当におめでたくてってない。いやいや、もうなんですか。え、だからそ、え、今元太いいんでしょ。うん、よう、けいけい、ケイルなら言って言ってくれよ、ケイ。あ、ノエル、ノエルもう帰っちゃった。ノエル帰っちゃった。帰っちゃった。でもなんかコメント、ケイって来てるよ。ケイ。オッケー、いるなら、エオーン、エオーン、いるなら言って、エオーン。これやっぱ、まあ、チャカとノエル一緒だ。おめでとう、おめでとうっていう連絡。いや、マジでありがとう。優しい。めっちゃ嬉しい、電話。うん。うん。あのごめんね、急にね。うん。全然大丈夫。ちょっとまだ締めからは何も、あのね、すごい。ほんと。まだ来ないから待ってるんだけど、うん、はい、ありがとう本当に。楽しんでね。うん、ケイ、マジありがとう。うん、ありがとう、ケイ、本当に、うん、あの服とかも一緒に選んでくれたりとか、来ないしてくれてありがとうね。あ、買い物ね、うん、買い物行こうよマジで。行こう行こう。うん、ちょっとコーデ、うん、コーデするわちゃんと。ありがとう。でもあの、うん、マツくんにしか似合わないサングラスだけはちょっと勘弁してほしいかもしれない。あのスポーツ、スポーツのやつね。あのタンクトップと短パンに、あのスポーツの走る人がするサングラス、ガチなやつ。ガチなやつ。風とかちゃんと避けれるけど、そう、あれマチュにしか似合わないから多分。うん、まあとりあえずね、あのおめでとう、買い物行こうぜ。うん、うん、全然ありがとうね。ありがとう。ケイケイウェイウェイ。やばいこの人。お前飲んでるべ。実は飲んでるだろ。え、飲んでるべ。いやいや、ちょっとだけ。飲んでた、飲んでた。まあじゃあ楽しんで飲んでください、はい、これからも、はい、はい、じゃあね、バイバイ。はい、おめでとう。ありがとう、ありがとう。はい、なんか後ろ水戸黄門かなんか言ったよね、うん、なんか最後カタッタタカタッてキンキンってすごかったな。すっごいじゃん。
嬉しいな、嬉しいよ、嬉しいよ、なかなかないよね。どうなの？そうだから、でもなんかやっぱみんなさ、去年俺いなかったからさ、いないの時。そうだよね、アメリカの時ね、っていうのも気遣ってこうやってくれてる。あ、そうそう、本当に気遣って今今回言わなくていい、それは俺が言ってありがとうの終わりの、前回さ、あれだよね、休業中、うん、でさ、いなかったじゃん。いなかった。なんでいないのと思って。いや、休業してたからね。あ、そういうこと。そういうことで。もう元気元気元気お前も飲んでるべ。飲んでねえよ。お前もちっちゃい。飲んでないよ。よかったよ、だから今年1年越しで元気な姿。そうだよね。うん、1年前はあれだったけど、今日元気そうに装ってめっちゃ風邪ひいてんじゃん。だってでもね、だいぶ良くなったのよ本当、うん、でも顔色良くなったなと思って。昨日俺死んでたよね。昨日マジで俺ウォーキングデッドのゾンビ役の人と仕事してんのかと思ってなんか昨日お仕事してね、みんなでね、7人で。なんかそう、いや、すごいよかったよね。おめでとうだよ、ほんと。いや、ほんと嬉しいわ。うんうん、なんか一人来ましたけど、おめでとうしず。いやいや、こっちから来ていい、おめでとうくれ。画面外からおめでとう。おめでとう。ありがとう。ありがとうね。いやいや、ありがとう。しずしずしず、おめでとう。ありがとう。え、しず体調崩してんでしょ。そうそうそう。あ、ちょっとタンプレで、はい、あのこれ買ってきたからさ。マジで、これたん、これ1個で売ってた。1個で売ってた。まあまあ、なんか、はい、ありがとうございます。それで早く体調良くなって、うん、あの早くご飯行こうよ。ま、マジで、うん、でもさ、今誰が来たとも言ってないしさ、声だけで分かってくれてるよね。あ、しめちゃん分かってる、よかった。しめちゃんからのど飴いただいたんで、いただこうと思います。だって心配、心配じゃん、うん、あのみんな。でも1個言っていい？ハンバーグとのど飴はわわ一緒に食う、一緒に食う、一緒に食う、うまいんだぞハンバーグと。ハンバーグと、いけいけいけ、ほらほらほら、ハンバーグ、和風と、和風と、うん、のダメね。そう、ペンネもした方がいいね。ペンネ大事だよ。ミックスっていいって言うじゃん。合うかい。サングラス壊れる。サングラスと同時に叩かれたことない。本当に同時に食べた。うん、マジいけてんの。うん、うまいっしょ、うん、ミックス。ちょっとハンバーグ、スースースー、まあ、ちょっと飴はフェイクでリアル誕生日。うわ、君こっち来た方がいい。サンプレ来ました。これいいや。え、なんで今日出ないの。今日出ない。あれ、声だけして。今日声だけして。だって絶対来た方がいいよ、うん、なんで来た方がいい、みんなに。え、開けていい。シーザーのファンにも見れるから。いいよ。めっちゃ嬉しい。ほら、閉め、おいで、おいおい。気が向いたらいい。え、気が向いたらいい。なんでなんでなんで気が向いたらいい。なんでなんでなんで。いや、ちょっと気が向いたらいい。おいで見て。いや、そう、いただいた。T シャツ可愛くない？可愛い。マジありがとう。めっちゃ嬉しい。着替えるわ。ちょっとビッグ。ちょっと待ってね。じゃあ繋いで、俺繋いで。繋いで。めっちゃマシンガントーク。皆さんどう？あれ、あれ、どう？あ、締めだ！って言ってる。締めだ。締めちゃんほらみんな。締め会いたがってるよ。みんな。本当？うん。え、可愛い。めっちゃ可愛い。可愛いね。めっちゃ可愛い。そう、嬉しい。マジで。そう、大切にするわ。ねね、でこれ多分あの3年ぐらい来てまた色が白くなってるかもしれない。白 T になってる。白 T になってるかもしれない。マジあれし、う、あ、あれしって嬉しい。 T シャツだって着るでしょ。めっちゃ着る。元ちゃんが、めっちゃ可愛いじゃん。ありがとう、マジで。こちらシザーがさっき着てたプレゼント、あ、プレゼントじゃない、あの服、はい、1名様にプレゼントします。プレゼントしてはあったっけ。本当にプレゼントします。本当にプレゼントしますじゃねえよ、はい、これ本当にプレゼントします。どうやって、あのあのその辺に来ていただければ。ダメだよ、来ちゃダメだけど。投げる、来たら。ねね、とさっきそういうあのお猿のジョージ持ったファンの子いたよ。なんで。シゼのファンの子。マジで。お猿のジョージの人形持って。いや、なんでお猿のジョージ持って俺のファンなんだよ。いや、わからないけど。お猿のジョージだと思われてるのかな。で、なんか雑誌とかでなんかで、うん、言ったのかなと思って。言ってないだろ、俺。あ、ほんと？まあ、ほんとにありがとうございます、しめ。おめでとう。ハッピーバースデー。のど飴も嬉しいわ。本当にめでたい。いや、ほんとにめでたいね。めでたい。いや
みんなもありがとう。ちょっとあのコメントとか読めてなかったけど、そういえばあの車の免許取ってっていうコメントあって、それはちょっといろいろね、だから次出す曲とかある、うん、あるとするじゃん、うん、それ多分俺いなくなっちゃう、あの免許を取りに行く時間で合宿ってこと、いやなんか分かんないけど、うん、取るやっぱ時間必要じゃない、うん、だから2023か、うん、2024、うん、以内に、うん、取ってみよう。まあ都合が合えば、ね、取りたいよね。でもねやっぱね免許はねいずれね、だ20代のうちには、20代のうちか30代前半では欲しい、うん、ね、うん、そしたらドライブ行けるもんね。そう、橋本ちゃん誘ってさ、 ね、 ね、それはめっちゃいい ね、 ね、確かに。しめちゃんなんで出ないのって、恥ずかしい、恥ずかしいんですよ、恥ずかしがり屋なんだからこう見えてしょうがないでしょ、出れないんだよ。示しショットはまたあのブログとかであげるんで、そっちを見てください。アーカイブは残りますか？残ります。あの時間はありますけど、多分はい、何ですか？やっぽだけ聞きたいって。やっぽ結構低めの声でやっぽやば。健太トイレ、いや健太ね、なんかねちょっと離れたとこから動画撮って、あ出てきました。じゃあスクショタイムします。早速締めが帰らないうちに、どうでしょうか、撮れたかな、よかったね。もうね1時間ですよ、もう1時間なんですよね、うん、あっという間だね。あっという間なんですよ。なんかね、どうですか、他に聞きたいことはもうないですか、大丈夫ですか。昨日橋本ちゃんに会って、うん、あのめちゃめちゃしずに会いたいって言ってたよ、うん、嘘、うん、めちゃめちゃ会いたいって、そうね、たまにしか会えないもんね、うん、少年クラブの時とかね。そうそうそう、確かに。いや普通にプラベだったの？ね、お仕事ではあるけどたまたまプラベって、なんかプライベートって言うでしょ普通。プラベ、プラベだった、プラベだったね、え、プライベート、はい、プライベートじゃなくて、はい、そのお仕事で、はい、ごめんなさい、もうお時間らしいので、うん、本当に申し訳ないんですが、そろそろおいともさせていただきます。最後ね、最後に28歳誕生日ありがとうございます。お祝いしていただいて本当に嬉しかったですし、メンバーからもお祝いしていただいて嬉しかったですし、みんなから本当に愛の言葉とか本当に感謝してます。とにかくノイロも来てくれたし、マチからも電話来たし、あとはカイト、ダブルカイトは後ほど多分連絡来ると思うので待ってます。本当に1時間短かったですけど、またインスタライブとかもしたいので、ぜひ見てください。はい、これからも頑張ります。28歳、笑顔大事にね、みんな。俺も頑張りますっていうバージョンと面白いバージョン、イエーイよし、っていうのとかっこいいバージョン、みんなありがとう。